その場から動かず、椅子に座るなどして、移動安全を確保してください。大きな乱れを予測されても、慌てずに、係員の指示があるならば、その場から動かないようにお願いいたします。救助人や怪我人の発生、ボイランの災害発生時、また不審物の発見時には、直接消防署や警察署に通報せず、お近くの係員まで知らせください。水分、塩分をこまめに補給して熱中症にならないように。